この作品はメリッサ・ミュラーのアンネの伝記とカーク・エリスが行った調査に基づいて作られています。アンネの日記に登場するシーンもいくつかありますが、アンネの感情を表すにあたって日記で使われている表現は引用していません。また一部強制収容所での生活を裸体を交えてリアルに描いたシーンが含まれています。スケートが誰よりも上手な作家になりたい。雑誌には私の写真、映画スターもいいわね。周りの人とは違う女の子になりたい。モダンな女性に。旅行をして外国語を勉強したい。それと歴史、あれもこれもやりたい。それから、私の恋人の着ているの。いつもあなたのこと見てる。アンネ、明日ゲームやりにうちに来ない？サンデー行ったでしょ、おばあ様が来るの。そんな時間ないわ。ハンナ誘ったら？礼拝に行くの？模範的ユダヤ教徒ね。アンネ早く。アンネ待って、急いで。おー、ごめん。待って。ご主人お好きなんでしょう、あなたのいちごジャム。そう。どうもクレイマンさん。やあアンネ。ミープ、お父さんは？お待ちよ、下の倉庫よ。クーフレルさんにファンペルスさんと。ありがとう。今日のミープ一段と素敵よ。どうも。砂糖の量が多すぎるんですよ。ナツメグが多すぎる。それにコリアンダーが足りない。あとこれは黒胡椒となんだ、生姜か？いや、惜しい。パパ。お母さんから電話があったぞ。寄り道してちゃダメだろ。何してるの？クーフレルさんが調合に挑戦しててね。まだ爪が甘いが、いいスパイスミックスになるかもな。これはかなりの褒め言葉だよ、クーフレル君。ファンペルスさんの鼻に間違いはない。アンネ、なぞなぞいくよ。白くて黒い神様ってなんだ？何？新聞だよ。な？紙でできてるだろ？素敵なご報、ありがとうおばあ様。ドイツから一人で来るなんてドキドキした。聞かせて。相変わらず好奇心旺盛でして。見せてその本。やめて、見せてよ。おや、まだお土産があるようだよ。これはあなたによ、うん、万年筆。見てマルゴ、すごく綺麗。大切にするわ。どうもありがとう。来てくれて本当に嬉しい。おばあさま、今日からここで一緒に暮らすのよ。どう、嬉しい？もちろん。とっても。アンネ、万年筆試してみたらどうだい？ええ、今すぐ使ってみなきゃ。ありがとう。少しだけよ、ホーソラルさんがお待ちだから。ちゃんと支度させて。好きにさせてやりなさい。あなたが甘やかすから寄り道なんてするのよ。ああ、お腹すいた。マナーに気をつけるのよアンネ。分かってる、マルゴを見習って。ホーソラルさんたち好きでしょ？もちろん好きよ。だけどハンナのお家って宗教にうるさいんだもん。映画見る方が楽しい。
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav beratzah vanu b'shabbat kodesho be'ahava u'beratzon. Hinri lanu zikaron lemaaseh bereshit ki hu yom techila lemikrei kodesh ki vanu bachachta ve'otanu kidashta mikol ha'amim b'shabbat kodeshecha be'ahava u'beratzon hinraltanu Baruch atah Adonai mikadesh ha'shabbat. Amen. ヒトラーは一時的なものだ。ドイツは時期元通りになるよ。でもあの男ならオランダまで併合しかねない。ゲルマンの同胞を解放せねばって。オランダが許さない。一つだけ言わせてもらおう。君は人間を信頼しすぎだ。母が気の毒でね。神のご意志よ。そのうちドイツに帰れるわ。それまでは我慢しなきゃ。お宅は暖房ついてるだけマシよ。私やります、ホースラルさん。あら、どうもありがとう。ほんといい子ね。羨ましいわ。うちのハンナは不器用で。使用人のいた頃が懐かしいわ。でも使用人を雇う余裕はなし。どちらにしてもオランダ人じゃダメよ。信頼できないもの。お母さん、アンネが使用人って言っちゃダメだって。言うならメイド。神は全てご存知。でもアンネはもっと物知りね。お前は自分に甘い。甘やかされるとなお気をよくする。じゃあ私は悪い人間？いい人間も悪い人間も間違いを犯すものだ。ただしいい人間は間違いを認めて学んでいく。パウラたちの話して。あれは小さい子にするお話だよ。いいの、聞きたいの。パウラたちはみんなの心にいる。姿は見えない。でも時々じっと息を潜めて耳を澄ますとどこにいるかわかる。でもご用心。それが果たしてどちらのパウラかわからない。いいパウラか、それともいつも面倒を起こしている悪いパウラか。悪いパウラになる気はないの。でも時々悪い方が顔を出しちゃって。構わないさ。心の中にいいパウラがいる限りはね。ねえパパ、二人は同じ人間かもよ。いいパウラと悪いパウラ。そうだな。ああ、その可能性もある。いいパウラは怖がってるのよ、人にどう思われるか。それで時々悪い子になるの。私はそう思うな。自分の考えを持つのはいいことでしょ。ああ、そうだよ。ヒトラーが今度はポーランドを狙ってるそうだ。オランダは中立を貫くだろうが、ナチのおかげで商売がやりにくい。患者もめっきり減ったが大丈夫。いつの世にも虫歯のユダヤ人はいるからね。はい、あああああ、うん、もうブレファーさん、結婚するまでダメ。待って、騙したわね、古い。アンネ、自ら出なさい。あなた何とか言って。アンネ、お母さんの言うことを聞きなさい。お、
泳いじゃいけないの分かってるでしょ。はい、体拭いて。私は楽しんじゃいけないの。病気にならないように言ってるのよ。体弱いんだから。我々もああだったかな。いえ、夫、あんなじゃなかった。見ろ、あの二人、スターのようだ。ここに置くわね。お金欲しいものない？私はパーティーに招待されなかったのだ。ホースラフさんだ。ハンナ、お父さんよ。どうだ、これでもヒトラーはオランダに来ないか。誕生日おめでとう。写真撮らなきゃ。お願い撮って。記念写真か。お父さん写真。アンネの誕生日にヒトラー。そう。ヒトラーおじさんとみんな。ハンナ指さして、みんなヒトラーを指さそう。そうだ。ドイツ、ポーランド侵攻、平和的解決に向けた外交努力は全て水の泡となりました。話し合いの声は爆音にかき消され、ヨーロッパに戦火が広がりつつあります。抵抗するワルシャワ、激しい爆撃、廃墟と化すポーランド。鍵十字を永遠のレッド、この反逆者。イギリス、フランス両国はドイツに対して宣戦を起こし、フランス軍はドイツとの国境に防衛のため建設した町の線を支持すべく前線への移動を開始しています。ノーマシアラ綺麗だった。死刑だなんてかわいそう。でも王様はタイプじゃなかったわ。タイロンパワーの方がずっとハンサム。一つの民族、ああいう人と結婚するの。もう相手を決めたのかい？無理よ、したいって子多すぎるの。マリー・アントワネットと同じだな。ここにも戦争が来る？いや、戦争なんてなんだかいい。大丈夫、イギリスがヒトラーを倒してくれる。この紛争について中立を守るとのオランダの宣言を無視して、ドイツ軍はオランダおよびベルギーとの国境に向けて兵を進めている模様です。問題だ、ヒース君。ドイツが侵攻してきたらオランダ軍はどうするのか。前線まで自転車で出かけていく。異議を唱えたいところですが、何も言えませんね。もうあなたったら、侵攻侵攻ってナンセンスよ。来るならとっくに来てるはずだわ。お前は黙ってろ、何も分かってないくせに。
フランクさんはそんなこと言わないわ。ひどいでしょ、妻の意見は無視。ヒース君、結婚は慎重にな。俺に言わせりゃデメリットの方がはるかに多い。ほんとそう。ロンドンの妹が自分に娘たちを預けろと言ってる。そうなさるの？離れてちゃ守ってやれない。家族は一緒にいるのが一番だ。あ、なぞなぞ一つ。もう聞いた。たった5日で陥落。ショックで窓から飛び降りる人もいる。むやみに怯えてもいいことはない。適応するまでだ。そうしてきたつもりだがね。この子は違う環境で産んであげたかったわ。もっと平和な環境で。これじゃフランクフルトと同じね。本当。でも考えないようにしなくちゃ。今はね。君、昨日も見たんだろう。ああ、でも実に良かった。うまいね、ナルト。よし、上出来だ。いいですか。こっち座って。何なのパパ、なぜこんなところ。ただの手続きだよ、アンネ。国勢調査と同じお役所仕事さ。アンネリース・マリー・フランクです。オットフランク。カタリーナ、アンネ、ハンナ、待って。女の子ね、なんて可愛いの。ハビーっていうの。妹がいるって大変ね。世話するのにもう大忙し。甘やかしちゃダメよ。嫌われる子になっちゃうから。そのお洋服好きじゃないわ。こう言ったら悪いけど、ママが着ろっていうの。忠誠を示さなきゃいけないんだって。よくわからないけど、うちのパパはずっと仕事がないの。ママはヒトラーが仕事を作ってくれるって言ってるわ。ユーシア、何やってるの。その子たちから離れて。心配ない。ナチの得意技でナチに勝つ。事務処理で。このペクタコンはユダヤ人の会社として登録されている。よって新しい会社を作る。ヤン、君さえよければこれをヒース商会と名付けたい。ええ、どうぞ喜んで。でもどうか用心してください。役人は皆ナチの協力者です。君には一切経営責任のない監査役になってもらって、私に代わりクーフレル君がクレイマン君と業務に当たる。これで純然たるアーリア人の企業だ。完全に合法。私は書類上消える。私たちっていけないの？ユダヤ人って。いいえ、違う。そんな風に思わないで。
よほどひどいことしたとか。ああ、前の戦争の時私はまだ子供でウィーンにいたの。食べるものがなくてね。ある日お母さんが私を呼んで駅に連れて行った。オランダ駅の列車に乗せて首に名札をかけてさよならって。愛してくれてたんでしょ。ええ、もちろん。だからそうしたの。こっちには食料を分けてくれる人がいたから。当時は何もわからなかった。体も弱くて寂しかったわ。でも大きくなるにつれてわかったの。いい人間でも不幸に巻き込まれることはある。何も悪いことしてなくてもね。私いい人間だと思う。ええ、思うわ。うん。はあ、一つだけ？もう一つは戦争が終わったら買うよ。これは君の。ついに君がちゃんとしたオランダ人女性になるっていう証拠。今でもちゃんとしてる。サントロースヒッツさん、君の番だよ。おお、誓います、誓います。ではここに二人を夫婦と認めます。ダンスなんてけしからん。音楽はシャンパンも。そうそう、そうだよ。違うか。あなたって本当下手ね。終わり。もうまだダメ。カラダ。ダンス上手ね、ミープ。ありがとう、アンネ。ヤンも上手。彼女のリードのおかげさ。うん、指輪もう一度見せて。うん、私も結婚したらこういうの欲しいわ。ヤンみたいな旦那様も。きっと見つかるわ。保証する。あ、失礼。あ、踊りましょう、あなた。もう一曲だけ。頼むから座ってろって。お前みんなの物洗いになるだけだぞ。まったく呆れるね。あなたはレディの誘い断ったりしないわよね。フランクさん。いや、申し訳ないが、あなたには強力なライバルがいる。ファンペルスさん。どうか一曲。喜んで。科学の基本的な定理を見つけた人物の名はピタゴラスだ。では書き取って。 PYTH AGORAS。 なんだね。とても面白そうな授業ですけど、ここからじゃ見えません。ああ、それじゃあ、君、ワリが代わってくれるかい？フランクです、フランク。代わってくれるかい？直角三角形の斜辺を。綺麗な目でジャック。一目見たときそう思った。私は髪の毛が素敵って言われるの。どう？そう思う？ええ、もちろん。うちはメルベデ広場よ。
すぐ近くだからいつでも遊びに来て。一緒に宿題やりましょう。きっと楽しいわ。そうね、私たちきっと親友になる。モッテッソーリスクールじゃ人気者だったの。だからもうあそこに通えないって聞いた時は泣いちゃった。私の学校ひどい子がいてね、私たちのことをユダヤの女って怖くて、みんなで走って逃げたわ。ひょっとしてこれでよかったのかもね。だってドイツ人が来なきゃ私たち出会えなかったのよ。これはモールチェ。もうじき子猫を産むはず。ボーイフレンドがいっぱいいるから。アンネ。ねえママ、ジャックにうちに泊まってもらってもいい？ジャックがよければね。待って、それよりこうしよう。私が泊まりに行く。その方がいろいろ自由に話できるもん。素敵なドレスでしょ？ママのデザイン。お金持ちのお客さんが大勢いたわ。でも戦争が始まってママ作るのやめちゃったの。戦争が終わったら最高のお洋服着るわ。ミス・アンネ・フランクは王室舞踏会で輝いていた。その身にまとうは金色のドレス。ヨープテルヘール。読んだ？ええ、3回。シシー・ファン・マルクスフェルト。大好きな作家よ。レオがヨープにプロポーズするとこ大好き。じゃあ、私ヨープ、あなたレオね。手を取って。ヨープ、泣いているのかい？手を離してちょうだい、レオ。君は僕の最愛の人だって言ったら？ああ、レオ、キスをしてくれ。ジャック、私秘密があるの。誰にも言わないって誓える？誓うわ。まだ男の子にキスされたことないの。あなたある？どんなだった？キスって。そうね。そのうちわかるわ。本物の女性になりたい。グラマーな女性に。どんな感じか触ってみたい。いいでしょ？ダメ。私たち親友でしょ？もちろんよ。私たちは永遠に親友。もしどちらかが遠くへ行っても文通するって約束よ。わかった。ちょっと演習の長さを出す場合の公式は 2πr だ。で、しょっちゅうね。では書き取って。気持ち悪いったらないわ。あの子のお母さんっていつもそう。ぺちゃくちゃよく喋るね、フランクさん。それほどみんなと知識を分かち合いたいなら作文を書いてもらおう。題名はクワクワクワと鳴くおしゃべりお母さん。期日は明日までだ。最低、暗幕で窓塞いでると重苦しくてこのまま窒息して死ぬんじゃないかと思うわ。気のせいだよ。そんなことないわ。私繊細な女ですの、フランクさん。とってもね。この戦争、ドイツは間違いなく負ける。だからいつよ、教えて。今ある幸せに感謝しなければ
幸せってあなた。家族が皆ここにいる、それで十分だ。皆さん聞いて。うん、クワクワクワと鳴くおしゃべりお母さん、作者アンネ・フランク。聞いてるよアンネ、続けて。昔々、お母さんアイヒルと3羽の可愛いアイヒルの子が国鳥のいる湖で暮らしていました。クワクワクワとおしゃべりお母さんが鳴くと、クワクワクワと子供たち、こらお前たちうるさいぞと国鳥が羽を逆立てます。静かにしないと噛みついて二度と泣けなくしてやる。その国鳥は意地悪でした。全身真っ黒で、アヒルはみんな彼を恐れていました。でもお母さんはへっちゃら、うちの子を噛んだら許さないよお母さんが言うと、国鳥は何をしようと俺の勝手だ、ただの醜いアヒルの子じゃないか、ここの支配者は俺だ、そして子供たちを噛んだのです。助けてママ泣き叫ぶ子供たち、お母さんは大声でわめきました。クワクワクワ、やめろ忌々しいアヒルめ、やめろと国鳥が羽で耳を覆っています。それでもお母さんはやめません。ついに国鳥は逃げ出し飛んでいってしまいました。お母さんは子供たちを集め、みんなで楽しそうに泳ぎながら歌を歌いました。クワクワクワ。この上です。実はこの建物を借り切ったらどうかと思っているんです。まあとにかく中をご覧ください。ここは2部屋で、下に洗面所があります。あと屋根裏部屋、研究室にぴったりですよ。そうでしょう。ファンペルスさんと私がここでいろいろ混ぜて実験して、うん、いかがです。まあいいだろう。商売はまあ順調だし、借りる余裕はある。うん、次。今日はドイツ人気前がいいな。服の配給券1枚で星を4つもくれる。今度は夜勤をされるの？そのようだ。礼に金まで払えとさ。夏休みってことは授業終わっちゃうのよ。寂しい。特に歴史、歴史大好き。私は自転車ないのが寂しい。学校遠いんだもん。私の盗まれてよかった。ドイツ人にやるよりいいわ。あら、おしゃべりお母さん。クワクワクワ。クワクワクワ。あの子たちって本当幼稚。見て、素敵でしょ。13歳の誕生日にパパに買ってもらうの。きっと最高の誕生日になるわ。ごめんなさい。アンネ・フランクだよね。あのうちのいとこのベルマと同じ学校の。僕ヘロ、ヘロ・シルベルベルフ。あ、ヘロ、ハロこの子親友のジャックよ。はじめまして。もしよかったらだけど、ホットチョコでもおごるよ。ホットチョコ大好き、ほんと。ヘローって本名なの？ヘルムート。でもドイツ風だからおじいちゃんが嫌がってヘローって呼ぶんだ。ヘローなんてご両親笑わない？さあね、もう4年近く会ってないから。一人でこっちに来たの？きっとすごく危険だったんでしょ。私はそんな冒険したことない。おばあさまはしたけど、あまり話してくれなかった。この冬亡くなったの、癌になって。そうか、残念だね。愛してるってちゃんと言うんだった。できたらまたこうして会いたいな。よかったらだけど。付き合ってる人いないの？それがあのウルシラって子が綺麗な子だよ。へえ、そう。でも君の方がずっと楽しい。水曜の夕方なら会える。おじいちゃんは僕が木彫りを習ってると思ってるけど、本当はシオニストの集会に出てるんだ。でも夢中なわけじゃないよ。大抵
みんなと叫んでるだけ。でもあれに行くより君といたい。私はここにいる。じゃあまた会ってくれる？喜んで。じゃあ次の水曜ね。それじゃあまた。入ってくれ。座って。新聞で読んだだろうが、ドイツが地方のユダヤ人に退去を命じて、ここアムステルダムに集めている。ユダヤ人評議会まで協力しろと言ってる。強制労働収容所へ移送する気だ。2月に捕まった青年たちを覚えてるか？収容所へ送られてそれっきりだ。ミープ、君に大事な話がある。エーディトと娘たちと私は身を隠す。ファンペルスさんたち一家も一緒にだ。ナチに連行されるのを待つつもりはない。その前に消える。どこへですか？ここだ。ここというと？この後ろの建物だよ。7月16日に移る。一月しかないんですか？クレイマン君とクーフレル君が生活に必要なものを少しずつ運んでくれている。買い出しやら何やら面倒を見てくれる人が必要になる。君のことは心から信頼してるが、この仕事は、いや、この頼み事は。ええ、やらせていただきます。いいのか？大変な負担だ。危険を伴う。何かあればただじゃ済まない。分かってます。やります。ありがとう。アンネとマルゴーにこのことは？まだ知らない。もうしばらく自由を楽しませたいんでね。嬉しかっただけさ。でしょうね。なかなかの美人よね。
靴底も本物の革みたい。いいな、羨ましい。でしょ？アンネ、あの人誰？ああ、ペーター・ファンペルスよ。ここの裏庭でいつも何かトンカチやってる。すごい間抜け。彼のお父さん、パパと仕事してるからママが仲良くしろって。彼素敵ね。素敵？ペーター、ビスケットどう？うん、アンネが焼いたのよ。そう、じゃあもらうよ。ありがとう。入って。どうも。呼んでくるわ。ヘロー。いや、皆さんこんにちは。みんな座って。どうぞ。いいかな。それじゃ あ、ありがとう。ショーの始まりだ。そうだアンネ、これプレゼント。ありがとう。どういたしまして。言わなくても分かってる。でも私誰にも声はしてない。ただの友達よ。おばあちゃんが付き合っちゃダメだって。君はまだ幼いから。おばあ様がダメっておっしゃることはしちゃいけないわ。愛があればなんとかなるよ。じゃあまた後で。さよなら。さよなら。マルゴ、ヘローってどう思う？とてもいい人よね。きちんとしてるし、あなたを好きだって一目でわかる。でしょ？すごく楽しい。ねえ、何歳で生理始まった？あんね、女の子はそういうこと聞かないの。大人の女性になりたい。女の子なんて嫌。女の子によっていろいろよ。人によって。そのうち来るわよ。辛抱して待つのね。だからどれくらい？フランクさん。はい。サインを。ファンペルさんのところ行ってくるわ。戻るまで誰が来てもドアを開けちゃダメよ。なんで？どうしたの？今お父さんに召喚状が来て、手は打ってあるから大丈夫。できるだけ早く戻るわ。アンネに話しといて、なるべくショックを受けないように。忘れないで、物音を立てちゃダメよ。留守だって思わせるの。分かった。じゃあね。アンネ。さあ座って。どうしたの？マルゴーに召喚状が。
オットーか私に来るとばかり思ってた。まさかマルゴーに。オットーは病院に友達のお見舞いに行ってるの。16日と思ってたが、それじゃ間に合わない。オットーが何とかするさ。ほら、何を言ってる。どうした。アンネ、マルゴーもリュックサックに荷物を詰めなさい。今日中に済ませるんだよ。パパ、どういうこと。後で説明するから、さあ行って。おいで。クレイマン君への連絡を頼む。あとミープとヤンにここへ来るように言ってくれるか。外出禁止時刻を忘れるな。この写真は置いてけない。辛いだろうけど、甘ったれた感傷は捨てなきゃ。無理よ、そんなの。私にはスターが全て。ジャクリーヌから電話よ。ジャック？そう。ねえ、いいわね。もしもし。アンネ、信じられる？養父が赤ちゃん産むの。お母さんになるなんて想像できる？誰が？養父よ、養父テルヘルの。マルクスベルトの新作見てないの？私もう半分読んじゃった。面白そうね。明日いらっしゃいよ。一緒に読みましょう。前やったみたいに、あなたがヨープで私がレオやるの。そうね。明日会いましょう。早く表紙見せてあげたい。すごく素敵よ。もう行かなきゃ。お客様なの。さよなら、ジャック。はい。ミープとヤンです。さあ奥へ行きなさい。荷造りをして。ヤン、フランクさん、それやります。ヤン、手伝って差し上げて。これでみんなの注意がそれる。誰かに何か聞かれたら、スイスへ行ったと言ってくれ。そうだ、バーゼルの母に送ってくれ。これでわかるはずだ。頼んだよ。じゃあ明日。どれぐらい隠れてるの。数週間か、1-2ヶ月だろう。戦争が終わるまで。行くの？町の中？田舎？明日わかるよ。大事なのはみんな一緒ということだ。ジャックに手紙書いたりできる？それはダメだ。モールチェは？一緒に連れてってもいい？残念だが、餌と一緒に世話を頼むとメモを置いていこう。そんなのあんまりよ。ああ、そうだな。
困るわ。明るくなる前に行きなさい。じゃあ、ほら早く中へ。心配することないわ。大丈夫よ。いいから、そのままでいい。過去には生きられないよ、エディト。未来だけだ。アンネ、もう行くよ。マルゴは中にいます。よかった。全てを話せるのはあなただけです。でも誰にも何も言わないでください。私たちの居場所を聞かれても黙ってて。そうでないととても危険なの。身を隠さないで済んだあなたにここの暮らしについてお話ししましょう。ここを私は後ろの家と呼んでいます。おかしな話ですが、なかなかの住み心地です。うちのお父さんのオフィスのすぐ上なんですよ。階段を上がると小さなドアがあります。そこを開けて一歩中に入るとじゃーん、階段の奥にお父さんとお母さんの部屋、マルゴーと私はその隣、
洗面所もあります。上の階には大きなリビングとキッチン、ファンペルスさんの寝室ですが、昼間はここがみんなの居間です。建物に人がいる間はここにいなくちゃいけません。奥にペーターの部屋があります。私の部屋より狭いです。屋根裏に物も置けます。建物の周りには倉庫やアパートがいっぱいあります。昼も夜も隠れてなきゃいけません。これぐらいなら大丈夫だろう。最初働くのはお父さんと私ばかり。じきにお母さんとマルゴーもショックから立ち直りました。シャツだ。お父さんは驚くほどたくさんのものを運び込んでいました。お父さんもここへ思い出を持ってきています。昔の軍用トランクです。これまでの生活を忘れるのは簡単じゃありません。自分の部屋が懐かしい。でも私には映画スターたちがいます。運が良ければ帰るまで楽しくやれるでしょう。この家のことは誰にも秘密です。クーフレルさんとクレイマーさんが入り口を本棚で隠しました。入り口は小さくて、下へ行くときよく頭を打ってしまいます。7月13日にはファンペルスさん一家がやってきました。いらしたわ。ありがとう。さあさあどうぞ入って。今か今かと待ってたよ。お会いしたかったわ奥さん。私来る前主人に言いましたの。これ持っていけないんじゃどこにも行かないってね。おまる。間抜けなペーターは猫を連れてきました。パパがダメだって言ったのに。お兄さんと思って仲良くねとおばさんは言いますが、そんなの無理です。照れ屋だとママは言うけど退屈な人です。あともうじき住人が増えます。仲間を救うチャンスだとこの間パパがみんなに話をしました。プフェファーさんが隠れ家を探してるそうだ。だが心配事を増やすだけとも言える。判断はみんなに任せるよ。まあ7人でも8人でも危険は一緒ですからね。それじゃいいね。プフェファーさんはなかなか感じのいい人です。歯医者にしてはね。今報告できるのは以上です。きっとまた会える日が来るわ。チャクリーヌ、戦争が終わるまでは無理でしょうが。それではキスを添えて、あなたの親友アンネより。どうも。おはようミープ。どうもフランクさん。おはようミープ。これお願い。すまないがタバコを頼む。それとペパーミントティーも。最近私ひどいめまいがするもんだから。だんだん物がなくなってまして。手に入るものだけでいいんだよみんなね。何かニュースは？ジャック見かけた？手紙出したいんだけどパパがダメだって。買い物から戻ったら話しましょう。それとプフェファーさんはどうなった？明日は無理だそうです。患者さんがいて。信じられない。いい根性だ。明日は金曜だ。伝えてもらえるかな。月曜には仕事を片付けてくるようにと。それ以上は待てない。わかりました。お前も来れやがった。疲れてたね。盛り上がってたぜ。ミープ、覚えてるだろう？うちの販売員のビンターマンさん。ええ。ヒースさん、コート預かるわ。あちらのケーキはいかが？あ、ダメです。そう、最悪です。ひどいもんですよ。報告書見たわ。でしょ。プフェファーさん。プフェファーさん、
でも、あなた、スイスに行かれたんじゃ。あれはただの作り話。どうも、ブフェファーさん。あ、奥さん。いらっしゃい。ブフェファーです。いかが？ここが隠れ家です。どうぞよろしく。大丈夫。下の人たちがお昼でいないときは平気です。あとは一日中、シーン。規則は覚えてくださいね。山ほどあります。プフェファー先生は規則を無視するような人じゃないよ。ここじゃ怠慢は敵だ。希望は勤勉にあり。さすがプロイセンの将校さん。朝食は朝9時です。ただし日曜日と祝日だけは11時半。昼食は1時15分から45分。その頃お客様が来ます。客？支援者です。どうぞ。ありがとう。ラジオでニュースを聞いてから夕食、消灯は10時きっかりです。パフレブフランセムシュプフェファ。ウイウイジューパフランプコマサバマダム。何それ。かわいそうに。シャルロッテは私が田舎へ行ったと思ってる。誰が思います、ここにいるなんて、アムステルダムに。お野菜をもっといかが、プレバーさん。ん？どうも。私たち幸せですよね。何馬鹿げたこと言ってるの。馬鹿げてるとは思いません。友達を思って涙にくれてないのが不思議。ちゃんと鎮静剤飲ませてる。静かになさい。やめろ、せっかくの食事がまずくなる。子供は世界がどうなってるかなど分かってないんですから。ほんとそう。私の枕は？今度は枕が消えた。俺が食った。枕なんて俺が知るわけないだろう。すぐ物がなくなるんだから。ほら、あなたの予測なんて外れてばかり。俺がいつ違うこと言った。いつ正しいこと言ったのよ。でもちょっと変よ、アンネと同じ部屋なんて。あんなおじさんと。まだ子供だ、気にしちゃいないよ。ほんと楽しかったわよね、前は。前って結婚する前か。いつもこんなにかかるのかい。どうしてもこれぐらいは。お父さんに一言言わなきゃな。騒がんな。またよ、夜になるといつもこの騒ぎ。ホースラルさんたちなら違ってたわ。子供が二人いてまたおめでた。話し合っただろう。赤ん坊が生まれたら泣き声ですぐにバレてしまう。ここは妊婦がいられるような場所じゃない。でもお産を手伝ってあげられたわ。まだ信じられない。母も子も死ぬなんて。お母さんやめて。そばにいてあげたら助かったかもしれないのよ。それはわからない。ええ、そうね。一生わからないわ。この壁の外にある世界のことは考えないようにしよう。もちろん辛いが、自分が責任持って守れるのは家族だけだ。
ダメよ、開けちゃ。でも見たいの。人を眺めるのって好き。いろいろ想像して楽しむの。どんな毎日を送ってるのか。私たちがもし。私どこか変わったと思う？変わった？アンネ、あなた。しばらく自分だけの秘密にしておきたかったの。ベップには話した。必要なもの買ってきてくれたわ。よかったわね、本当に。みんな子供扱いやめてくれたらいいんだけど。スイスにもユダヤ人学校あるのかな。もちろんあるけど、無理にそこへ行かせるドイツ人はいない。あの赤い靴を置いてったのまだ信じられない。あれすごく自慢してたじゃない、覚えてる？本当に見たの？床に落ちてた、脱ぎ捨てたみたいに。日記はあった？なかった。探したんだけど。すまない、すまない、家内が昨夜連れて行かれて。先生からよ。彼に会った？どこにいるか教えてくれない？知らないの。これ渡してもらえます？もちろん。ありがとう。うん、本に来ます。そんな。愛してると伝えて。待ってるって。うん。ほらほら奥さん、気をつけて。助けてやれよ。今忙しい。いまだかつて誰も経験したことがないほど血生臭い戦いが続いています。しかしいずれ敵は残らず降伏し、平和が戻ることでしょう。何なのよチャーチルって。スターリン、何が言いたいんだかさっぱりなんだから。ソ連軍がもう、これは終わりではない。もしかしたら終わりの始まりかもしれないが、始まりの終わりということは断じてないって。何のことかわかる？フランクさん黙れよ。イギリスにはもっとドイツに爆弾を落としてもらわなきゃ困るのよ。お茶ばかり飲んでないで。もう黙ってろ。まったく。何やってるんだ。直そうと思って。お前がいじると余計面倒なことになるだけだろう。アメリカはなぜ来ないの？いつまで私たちのことを放っておくつもり？自分たちの戦争で手一杯なんだよ。大丈夫、連合軍は必ず来る。でもそれまで持つの？我々は戦い続けます。パパお願いだから、プフェファーさんに私のどこが間違ってるのか聞いてよ。私は私のツケを使いたいだけ。僕には大事な仕事があるんです。
仕事わかるかい？それに君が使える場所は他にもある。ああいう書き物なら屋根裏でだってできるはずだ。所詮ただの日記だろ。子供のお遊びだ。子供ですって？ほらほらやめなさい。こうしたらどうだろう。アンネがこの机を週に2回使う。時間は午後4時から5時半まで。あとの時間は先生がここを使う。でもパパ。それでいいね。はい。みんながちょっとずつ我慢しなきゃしょうがない。私がでしょ。我慢するのはいつも私なんだから。もう私子供じゃないのよ。先生には机を使う権利がある。私にはないの？みんなと同じように仕事してるのに。あの人に大事な日記こそこそ読まれたくないの。それならすぐ解決できる。これだ。ほら、これでこそこそ読まれる心配はない。ありがとうパパ。どういたしまして。失礼。アンネ・フランクが僕のせいで勉強できないなんて誰にも言わせないよ。どうも。飛行機だ。助けに来てくれた。嘘は聞こえない。ペーター早く降りろ。何やってる。しょうがないでしょ。みんなは元兵士じゃないのよ。私のパートナーのクレイマンさん。あ、どうもよろしく。みんなが頼ってるミープ。どうも。ベップ、はじめまして。ファンマーレン君だ。倉庫の主任を引き継いでもらう。ベップのお父さんが元気になって戻ってらっしゃるまでね。喋るのが苦手で。でもよく働くやつをお探しなら俺が最適です。やらしい。ああ、倉庫を案内してあげてくれるかい、ベップ。私が。どうぞ。販売員が週に一度注文書をあげてくる。それに書かれてる品物は全部ここにあるわ。うちが取り扱っている製品はスパイスとジャムよ。これ闇市で売ったら相当な金になるな。興味ないわ。あなたのオフィスはここね。あの青いペンキは？ああ、スパイスに光が当たると良くないの。ミープはなんて？信用できない。コソ泥だって言ってます。コソ泥。ああ、用心深い人だ。豆を剥くのって退屈。主婦にはなれないわね。囚人になった気分。一時雇うだけだ。お父さんが戻ってらっしゃる。もうじきね。いいえ、うちの父、ガンなんです。この世は苦しみばかりね。それしか言えないの？余計気がめいるだけじゃない。なんでそんな無神経なこと言うのよ。アンネ、お母さんになんてこと言うんだ。聞き流せばいいのよ。それより知ってる？私は辛い時、上に行くの。
屋根裏の窓からお隣のマロニエの木が見えるのよ。とても見事な枝ぶりなの。花が咲く頃は本当綺麗。外を見てると少し気分が安らぐ。神様って意外と近くにいるのかもって思えるわ。それは本で読んだのかい？本当にアンネは物知りな子だね。救いようがないって言いたいんでしょ。失礼。お母さんに謝るべきだと思わないかい？ママといるとたまにすごく疲れちゃう。お前もそう思われてるみたいね。よく言われるわ。お前ぐらいの女の子、若い女性にはよくあることだ。やめて。他の女の子と私を一緒にしないでよ。違うもん。私はアンネ・フランク。アンネ、お母さんはお前の味方だ。ファンペルスさんにも反論してた。友達だ。友達なんかじゃなくていい。母親でいてほしいの。尊敬できる母親、お手本になってほしいの。お母さんは温かい女性だし、妻としても従順だ。我慢強くて愚痴もこぼさない。いつもそうやって肩を持つ。でもパパがママにするキス、私やマルゴーにするキスと同じ。女として愛してないのよ。二度と言うな。日記を取り上げられちゃ嫌だろ。パパ、ごめんなさい。本当にごめんなさい。だけどどうしても考えちゃうの。ママと私すごく違うんだもん。まるで昼と夜、私のことちっとも分かってくれないし。お前は分かろうとしてるのか？アンネ、大丈夫？私眠っちゃったんだ。いつからそこで見てたの？今来たとこ。本当、豆取ってきた。もう下の従業員みんな行っちゃったから。
そこで何をやってる。あの後ろの建物は。あれはうちのじゃない。そうですか。昼食の時間だろ、さあ行け。ほら。ユダヤ人です。外へ出ろ。5分だけ時間をやる。ユダヤ人はいるか。帳簿がどんどんいい加減になってる。前の事務所のカーテンまた開いてる。週末はいつも開いてますよ先生。あ、そうだったよね、忘れてた。それじゃあ僕はどうやって新聞を取りに行けばいい。まあ誰も見てないだろう。そうやって始まる。誰も見てない、誰も聞いてないって油断し始めて、それから。どうもペーター。いや、パン持ってきたか。鍵をよこせ、俺が取ってくる。その猫下に下ろせ。アホに見えるぞ。母さんの毛皮でも首に巻いてるみたいだ。しっかりしろ。あなたへのおじさんの態度ひどいと思う。気にしないで。タバコが切れちゃうとああなるんだ。笑顔素敵だよ。本当？目がキラキラ輝いて綺麗な目だ。私綺麗じゃないもん。綺麗だよ。そんなことない。でも本当だから信じて。
どこへ行ったかと探していたところだ。ありがとう。じゃあその財布社長の？ああそうだよ。昨夜倉庫の中入ったんですか？そうだ。なぜ？君に説明する必要はない。ちょっと前ここにフランクって人がいたんですよね。ユダヤ人。それが何かと関係あるのかね。その人今は？彼は消えた。ああ消えた。ああそうだ。さあ仕事に戻りたまえ。もし賞金を狙ってるのなら力になれずすまないね。いや、これで十分です。絶対誰か住んでる。神さんここの掃除やってんだ。誰かいりゃ気づくさ。以前怪しいやつを見たらしいが販売員だった。みんな誰かかくまってるご時世だ。だが隠れてんのがユダヤ人だと俺たちまでヤバい。社長知ってんのかな。社長やつは嘘つきだ。それは分かってる。事務所の連中はみんな何かこそこそやってる。クレーマンはしょっちゅう上の倉庫へ行くし、ベップって秘書も記録のチェックばっかりしてる。ミープは特に怪しい。なんか隠してる。ほっとけ。彼をクビにするのは危険です。何かあると睨んでゲシュタポに密告しかねません。ユダヤ人一人につき25ギルダーもらえるんですから。ですが商品を盗んでるのが事実なら余計なことはしないはずです。ああそうだな。今後は一層用心しないと。全員で最後の100ギルダーだったのに、これからどうしたらいいの。お前の派手なドレスを一着でも売ればなんとかなるんじゃないか。やれるもんならやってみなさいよ。わがまま言うな。よくもそんな口聞けるわね。一体誰のせいでこうなったと思ってるのよ。もう怒鳴り合うのはやめてください。何かあるといつもギャーギャー夫婦喧嘩。あなた力になるって言えないの。ちょっとあなた頼むよ。互いを非難していても何にもならないだろう。こっちはもうカツカツなのよ。お宅に会社の儲け独占されてうちの主人にいくらか払うべきだと思わない。ん？彼の鋭い鼻があったからこそスパイスやれるようになったくせに。だからホースラルさんたちにしようって言ったのよ。ええー、ディト頼むよ。そんな話あったの。ええー、そうよ。プフェーファーさん、ちょっとお願いしたいことが。すまないが、これをファンペルスさんに、それで伝えてもらえますか。返事を待っているとね。わかりました。
あちらが返せっておっしゃるならこんなシーツ残らず返しますとも。気に入ってたわけじゃないんだから、はっきり言ってどれも生地がヨレヨレ。そうでしょ、あちらこそ自分たちの食器使うべきよ、人の使ってないで。よろしく、プフェハーさん。どうも。食器のこと書いといてね。わかった。気取ってんじゃないわよ。プフェファーさん、ファンペルさんにお塩を回してもらえるか聞いてくださる？あ、今回はうちのじゃなくてよかったわ。席に戻れ。いいのよ、私のために叱られることない。たく、何やってんだ、座ってろ。もう呆れちゃう。大人の自覚持ってよ。こっちの身にもなってほしいわ。私たち子供がどんな気分でいると思う？大したお手本よね。その通りだ。ここでいがみ合ってる状況ではない。お皿を。スープ、それともおかゆ？おかゆを。プフェファーさん、すまないが渡してもらえますか、ファンペルスさんに。フランクさんからファンペルスさんに。野菜食べなさい、マルゴ。なぞなぞいくよ、アンネ。足が4本、羽が4枚、なんだ？ん？何？ん？馬だ。なんで馬なのよ。馬さ。羽なんかないわ。だから2匹、ハエが止まってんだよ。ん？食事中に。まったくお前は。なんで馬なの、全然わからない。だから尻尾にハエが2匹。ペーター、本日ケルンの放送局が発表したところによりますと、ドイツの西部一帯で当分ラジオが受信できなくなるとのことです。ケルンでは激しい空爆が続いており、ルーズベルト大統領は連合軍に対し改めて民間施設への爆撃を可能な限り避けるよう強く求めました。こんなに背が伸びた。53、54、55、56。お母さんが飲みなさいって。インフルエンザって本当嫌。咳が外に響くんじゃないかって心配で。鐘の音大好き。人生が私たちを待ってるって気がしてくるわ。何が一番懐かしい？外の世界で。わからない、多すぎて。私はすべて懐かしい。一つ決心したの。何？戦争が終わったら思いっきり生きる。
旅行したり、外国語勉強してパリかロンドンへ行きたい。歴史を学ぶ。歴史大好き。素敵な夢ね。欲張りすぎかな。ううん、私もいろいろ考える。パレスチナの話を読んだの。あっちへ行って看護婦になろうかな。時代はきっと変わるわ。モダンな女になろうね。本当に嬉しいよ、ミープ。配給切符が足りなくてこれで精一杯。だが、切符がなくてもこれは手に入る。おー、やったな。善意の提供者は当然ですが、明日は匿名を希望しておいでです。みんなありがとう。勝利に。勝利に。ありがとう、クレイマンさん。どういたしまして。この辛さは誰にも分かりませんよ、ミープさん。みんな冷たい人ばかりだ。特にあの子。記録があるだろう。みんなは家族がいる。私はいない。シャルロッテだけだ。調べてみます。 ありがとう。彼女から何か。ありがとう。本当にどうも。メリークリスマス。いい新年を。ありがとう。アンネ、アンネ、ちょっといらっしゃい。ハイヒールなんて初めて。サイズ合うといいけど。はい、大丈夫、履ける。本当によかった。あ、歩いてみせて、ほら。綺麗なお嬢さんになったわね。本当にそう思う？思うわ。ここで綺麗にしてるのって大変なの。でもペーターは綺麗だって、そう言われた。笑顔が素敵だよって。可愛い笑顔だもの。ミープ、ヤンと知り合ってすぐ分かった？何が？ああ、ええ。この人だってね。いつ？キスされた時。ペーターは？ううん、まだしてほしいなとは思ってる。でもレディーはじっと待たなきゃ。すぐよ、こんな美人だもの。あら、おお、これは素敵だ。まあ、よく似合ってるよ。赤い靴か。ミプ、ちょっと何するの。いいから。いやよ、やめて。待て、ミプ、これ売ったら大体いくらぐらいになると思う？クレーマンさんの友達に毛皮屋さんがいるから聞いてみます。うちの人はタバコを買うお金が欲しいだけよ。食費がいるだろう。あなた何もかも売っちゃったじゃない。私のドレスも宝石も、それだけは取っておきたいの。もういい、黙れ。頼んだよ、ミープ。ご覧になった通りよ、フランクさん。もう私には何も残ってない。戦争が終わっても人前には出られない。メリークリスマス、みんな楽しいクリスマスを。メリークリスマス。もう行かなきゃダメ？ヤンが待ってて。少しだけ話をお願い。
みんなの話聞いてた？戦争が終わったら何も言えない。だってなんて言うの、ファンペルスの奥さんって何でも大騒ぎ、人の批判ばかりするの。子供たちのこともいろいろ。うちの子アンネ、マルゴ、主人は希望を持ってって。でも何によ。そんな風に考えちゃいけません。分かってる、ね、しっかりしなきゃって、うん、でもいつまで続くの、せめていつ終わるか分かれば目処が立つのに。ミップ、もう持たないわ。きっと悪い結末が私たちを待ってる。私は構わない。でも子供たちが、あの子たち一体どうなるのかしら。ただの悪い夢だ。大嫌い、ドイツ人、ユダヤ人を皆殺しにするつもりなんでしょ。ドイツ人なんか死んじゃう。アンネ、ダメだよ。そんなこと思っちゃ、何人だろうと悪い人もいればいい人もいる。例えばミープにクーフレルさん、ヒトラーと同じオーストリア生まれだ。二人にも死んでほしいか。それに我々もドイツ人だ。嘘よ、オランダ人でしょ。もちろんそうよ。ドイツ人にはなりたくない、絶対嫌。ほら、鎮静剤よ。気分が落ち着くわ。いや、パパ、お願い、ここで寝かせて。ほら、よし、いい子だ。フランクさん、ちょっと来てください、うん、事務所を見に行った方がいいかも。今トイレ行ったら下で何かも。ああ、タバコがないとつらい。クーフレルのオフィスにないか見てくるとしよう。ここ、僕も行くよ。
警官が来る。トイレに行きたい。マルゴを我慢して。頑張るの、役人のために。それに女王様、自由と真実と正義。生意気言ってる場合か。ラジオ大丈夫？ラジオ持ってるのバレたら。黙れ。持ってなくてもここがバレたら終わりよ。まだドキドキしてるんだね。見つかったと思った。ゲシュタポに連れてかれるんだって。もう大丈夫。もうすぐミープとクレイマーさんが来るよ。神に祈った。あなたは？ううん、通じなくても恨んだりしない。前はお祈りなんてしなかったし。でも見ててくれた。いつもそう。ユダヤ人を見守ってらっしゃる。これからもね。見て、まだこうして一緒。嬉しい。僕もだ。ほら、ペーター。綺麗な音よね。うん。うまくいくって言ってくれてるみたい。そうだね。新しい保安措置の件ですが、僕は認めません。断固抗議します。プフハーさん、残念ですが下の階はやむを得ない場合を除き一切立ち入り禁止とします。我々を囚人扱いしないでもらいたい。フランクさん、囚人ですよ我々は。二度と姿を見られるようなことがあってはならない。しかしですね、もう決まったことです。僕は認めない。プフェファー先生のために連合軍急いでくれないかしら。みんな、なんだか本当気をつけないと。そのうちここで結婚式なんてね。これが何かわかるか。ネズミはいる。位置がずれてた。絶対誰か住んでる。6時30分、ドワイト・アイゼンハワー将軍率いる連合軍部隊がノルマンディの海岸に上陸しました。厳しい戦いながらも勝利は間違いなし。西ヨーロッパの市民の皆さん、どうか今しばらく勇気と信念で耐えてください。1944年は皆さんの解放の年です。
みんな、やったぞ。信じられるアンネ。10月には学校に戻れる。学校。いや、どうも。後でお祝いの会があるのは分かってるよ。だけど誰よりも先に言いたくてさ。15歳の誕生日おめでとう。ああ、ありがとうペーター。すごく綺麗。ミープに頼んだ。全財産はたいて君の笑顔が見たかったから。何してるの？呆れるぐらい無邪気なの、昔の文章。だから書き直し。もしできたら将来小説にしたくて。題名決まってるの？考えてるのは醜いアヒルのこの告白、それか隠れ家。ちゃんと通報しなきゃ。なんでわざわざ。ハンマーレンなら黙ってなさい。奴には事情がある。でも近所の人は物音聞いてるかも。水の音、それに話し声。そうだろ？俺は関わる気はない。捕まるよ。隠れてるの知ってて黙ってたってね。なんで早く通報しなかったの？どうなるかあんた考えてみた？それもちろん考えたさ。いつまでほっとく気？あんたまでゲシュタポに連れてかれるよ。はあ、私はどうなるの？ユダヤ人に気使うことないよ。罰受けて当然なんだから。こっちの命がかかってんの忘れないでよ。カーンで戦いがあった。ニュースによれば終戦は間もなくだ。屋根裏にばかりいるのはあまり良くないんじゃないかい？自分の部屋でもっと勉強したらどうだ？パパ、プフェファーさんがどんな人か知ってるでしょ。お父さんはペーターといる時間が長すぎるんじゃないかっておっしゃってるのよ。わからない。それって悪いこと？いやいや、ああ、ただね、彼が誤解しちゃ困るし、それなりの節度は守らないと。彼が嫌い？将来性はあると思うよ。ああ、でもここはちゃんとした恋ができる環境じゃない。それにお父さんはまだそういう時期じゃないと思うんだがね。嫌い、そんな言い方。とにかく自分を見失ったりしないようにね。それだけよ。もう自分のことぐらい自分で決められるわ。それに彼、私の笑顔の不安なの。こんなもんだろう。小さい頃からうちの両親は理想の夫婦だって思ってた。言い合いしてるのも聞いたことない。パパはベッドに朝食運んだりもしたのよ。うちの父さんがやったらどうなるだろう。お盆で殴られるな。それか殴るか。ママはパパのこと絶対愛してる。でもパパがママと結婚したのはいい奥さんになると思ったからかも。その違いわかる？前そのことパパに聞いたの。なんて言ったと思う？お母さんは従順だ、従順。私はそんな結婚絶対嫌。あとはナチ同士殺し合いさせりゃいいんだ。連合軍の手間が省けるからな。来月には自由に安息日の食事ができる。こんなもん食いもんじゃない。クズだ。お宅の社員たち手を抜いてませんか？プフェファーさん、よくそんなひどいこと言えますね。ミープは危険を覚悟でシャルロッテの小包預かってきてくれてるっていうのに。今度は彼女のことで妬みか。どうせこの世で自分が一番とでも思ってるんだろう。ほんと、自分のこと棚にあげてね。
それどういう意味ですか？オタクは進歩的ってこと。またよ、いつもこの繰り返し。誰かさんが変わらないから。奥さんこそ変わる努力をなさったらどう？身勝手でヒステリックでズーズーしい。私はズーズーしくないわよ。理想的な母を破って息子のしつけもろくにできてない。ちょっと待った。なぜこんな人と。もう頼むからやめて。座れ。もう父さんの指図は受けない。あらあら、誰の影響かしらね。立派だったわ。なんか僕も我慢できなくて。素敵なお話ね。本当にそう思う？こんな才能があるって知ったらみんな驚くわ。やっぱり変だって思うだけよ。もっとひどいかも。ねえ、よくパパがしてくれたお話覚えてる？二人のパウラ。当然、いいパウラと悪いパウラ。みんな私を悪いパウラだと思ってる。だからご期待に沿ってるの。いいパウラは隠してる、この中に。表には出さないの。なぜ本当の自分を見せないの？いいパウラは強くないのよ。だからおしゃべりも悪いパウラに任せてる。でも日記は別よ。まあどちらがこれを書いたとしても最高だと思う。だけどもうあなたも分かる年だと思うけど、自分をさらけ出しても平気なのよ。努力はしてるわ、本当よマルゴ。でもみんなに邪魔ばかりされて。じゃあおやすみ。おやすみ。ちょっと待って。もしもし。ちょっと情報が。情報？何の情報だ？あれです、ユダヤ人のことです。プリンセン運河通り263番地、後ろの建物にいます。つまり占い師だよ。
この本棚をどけて後ろを見せろ。じゃあノルウェー、オスロ。行け。ゲシュタポだ。二人は上、二人は下、全員をここへ集めろ。行くぞ。商品金庫に入ってます。戸棚の探せ。5分やる。荷物をまとめろ。ベップ、いいか。僕の家へ行って家内に知らせてくれ。ここへは戻ってくるなよ。いいね。はい。早く、見張りはいない。まだ間に合う。君も行け。いえ、残るわ。大丈夫よ、先生。きっとまた彼女に会える。必ずね。アンネ。何が入ってる？あなたには価値のないものです。思い出が。軍用トランクだ。どこでこれを？私のです。第一次大戦中、予備軍の将校でした。じゃあなぜそう申告しなかった？テレジェンシュタットに行けたのに。まさかならそれなりの待遇が。ごゆっくり、少尉殿。ありがとう。もういい。出ろ。続けなさい。ほら、お前、中へ。ミープ、君だけは無事でいてくれ。あとのことを頼む。これは信じられない裏切りだ。タポが来てる。これ処分して。彼ウィーン出身だわ。行って、ほら早く。用意できた。
じゃあ言うことはないのか。二人とも。はい、ありません。お前の番だ。ウィーンの方ね。私もです。すぐに分かりました。身分証、外へ出てろ。ヒース？ヒース商会のヒースか。亭主はなぜここにいない？恥ずかしくないのか？お前をどうしたらいい？信じられない、信じられない！ここに残りたきゃ残って朽ち果てるがいい。個人的な情けだ。だが逃げたら亭主を捕まえる。主人は一切関係ありません。これは私が勝手にやったことです。バカを言え。夫婦でやってたに決まってる。また来るからな。逃げようなどと思うなよ。ここは鍵を閉めて閉鎖しろ。レッバレるとまずい。そのままにしとけ。これアンネの日記よ。ベップ拾うの手伝って。ベップ早く急げ。戻ってきたらヤバい。どこへ連れてかれたの？多分まずはゲシュタポの本部、その後は。本当ひどい。もうやめましょう。中身読んでみたら。いいえ、これはアンネのものよ。あの子が帰ってきた時に渡すの。Thank you.
オランダのエルサレムへようこそ。登録所は苦しみ大通りの先だ。みんなについていけ。ここはみんなユダヤ人だ。管理は自分たちでやってる。あれはエスバラック。あれにぶち込まれないようにな。ちょいと汚れちゃいるが、ここには何だって揃ってる。気持ちよく暮らせるぞ。退屈しないように仕事も山ほどある。そう悪くないな。情報がられるように頑張ろう。次、名前はフランク。夫フランク。家内のエディトと娘のアンネにマルゴーです。エスバラック。できれば娘たちに炊事場の仕事をやらせたいんですが。何でもできます。すごく器用で。ダメだ。犯罪者は懲罰用のエスバラック。犯罪って我々が何を。命令通り出頭しなかった。次。犯罪じゃありません。犯罪じゃない。次。犯罪者ではありません。アステアがジンジャーロジャースの手を取って踊って踊って踊りまくるの。静かに静かに。もっと早く。戦争前この子いろんな映画を見に行ってたの。見逃したのがいっぱい。早く見たい。雑誌が手に入ったおかげでこの子ストーリーは全部知ってるのよ。これきっと助かるわ。他の人が話してるの聞いたの。連合軍がパリを解放して今ベルギーに向かってるそう。遅い。もっと早く。それ JPA の最新記事。GPA って、ユダヤ通信社よ。毎日が噂が飛ぶ。連合軍はここだあそこだっていろいろ。でもこの2ヶ月ずっと移送がないそうよ。希望はあるかも。もちろんあるわ、ヤン。しっかり働いてればね。希望は勤勉にあり、父のモットーよ。お母さんは大声でわめきました。クワクワクワ、いまいましい昼めやめろと国鳥が羽で耳を覆っています。それでもお母さんはやめません。ついに国鳥は逃げ出してしまいました。戻ってこないかお母さんは見ていましたが、それっきりでした。お母さんは子供たちを集めてみんなで幸せに暮らしましたとさ。なんて歌いながら。ガッタガ当たり。クワクワクワ。すごく気に入ったみたい。これからも時々来られるようにしてもらいます。やってみるわ。この子たちにはお話を読んでくれる親がいないんだもの。解放されたら私、紙をうんと手に入れて前書いてたお話書き直すつもり。小説書いてたの話だっけ。いや、多分聞いてない。書いてたの。最後のとこ迷ったけどやっと決まった。早く書きたくてしょうがないわ。恋愛小説にするの。でも子供っぽくはしない。もう大人なんだから。前私に言ったの覚えてる？ユダヤ人でいるのは恥ずかしいって。うん。選ばれした身って言うけど、選ばれてこれじゃ。ユダヤ人は苦難に耐えて強くなったのよ。いつかみんなに尊敬されるわ。生き残ってたらね。前は何でも当たり前だと思ってた。大空もそう。見てあの星。昔コグマ座ってクラブ作ってたの。ジャックとハンナとサンネと私で、それぞれどの星か決めて。君のはどれ。あれよ。確かにぴったりだ。
明日移送用の列車が出る。静かに。君らの代表が名簿を作ってる。移送の対象に選ばれた者はここに着いた時渡した所持品を全て携帯してよろしい。明日は私も見送りに立ち、道中の無事を祈ろう。バラッキーに戻れ解散。何か手があるはずだ。リストを何とかしよう。思いつく手は試したが、彼らに通じる唯一の言語はブツブツ交換。我々は何も持ってない。持っていたとしても無駄だろうがね。ユダヤ人の裏切り者はナチよりひどい。我が身かわいさに何でもやる。自分が彼らなら違ったかい。向こうは神様で、こっちは灰の中に座る呼ぶね。いいえ、呼ぶとは大違い。ヨブは人の見てる前で用を足す必要なんてなかったわ。ヨブは故郷を追われるようなこともなかった。それにヨブは反論もできた。全員注目。整列。名前を呼ばれた者は前へ。ブランデス・ヤニー。ルビンスキー・アイザック。ブランデス・リエンチェ。フランク・オット。フランク・マルゴー。フランク・ホーレンダー・エディト。ファンペルス・ヘルマン。フランク・アンネリース。ファンペルス・ペーター。ファンペルス・レッドゲン・アウグステ。プフェファー・ウリッツ。できない。誰が見たってドイツはもうじき負けなんですよ。今さら移送して何になる。私にはもう理解できないことばかりですよ。家族が一緒ならそれでいい。まだドイツみたい。絶対だ。そこら中空爆でやられてる。ざまみろだ。線路もやられてるかもよ。
あり得ることでしょ、フランクさん。十分考えられる。私、あの赤い布外すわ。どこ行くにしても犯罪者扱いなんてごめんだもの。
全てだ。並べ。あ、順にこっち一列に並べ。父さんにさよなら言った？兄さんに。もう会えないんだからね。今頃ガス室の中だ。信じちゃダメよ。あんね、黙ってろ。装身具を全て外したらここへ並べ。選ばれた者は労働収容所へ移送される。弾薬工場だ。年聞かれたら16って言うなよ。移送、移送、移送、移送。年は16です。
回線か。ここに残れ。回線ブロックに入れろ。娘と一緒に残ります。私も回線です。恐ろしい場所からやっと出られるそうよ。いつ？今日って言ってた。太陽が輝いてる。ほんとひどいブロック。一緒に行くんだったわ。首を見せろ。行け。見せろ。病気。右。良好。良好。選別があったって。あの子たちは。手を休めるな。どんどん運べ。そこ、ケント突っ立ってんじゃない。ほら、早く。早く持ってこい。何やってんだ。ケントが突っ立ってんじゃん。立て立て
ラマルゴ、鳥よ。鳥なんて忘れてた。ビルケナウにはいなかったもん。すべて死んでた。ハゲタカニ、ハイエナ、いたのはそれだけ。キャンプ待遇がいいの。ドイツ兵の捕虜と交換するユダヤ人をあそこに入れてるのよ。じゃあ食料がある。無茶しちゃダメよ。見つかったら撃ち殺される。殺してやるこの泥棒。ファンペルスさん、1週間も会えずにいてこんなとこで会えた。やっとあなたたちが移送されたって聞いて、お母さんどれだけ悲しんでらしたか。一緒に来たんじゃないの。殲滅よ。毎日列車が出たわ。ソ連軍が迫ってるからだって聞いた。ほんの100キロ先、どんどん収容所を解放してるって。噂は信じないことにしたの。ねえ、ちょっと静かにさせて。ジフスなの。すぐ慣れるわ。どんなこともすぐ慣れる。フェンスの向こう側に女の子が立ってるの。多分お友達のハンナだわ。ハンナ。そうよ。向こう側よ。じゃなかったの。見つからないようにそういう話にしただけ。パパの事務所に隠れてたの。誰にも言えなくて。ハビーは一緒なの。一度病気になってね。でももう大丈夫。世話してくれる人もいるし。それより心配なのはお父さん。ひどい病気なの。病院へ連れて行かれたわ。毎晩お祈りしてるの。あなたのこともお祈りしてたのよ。ご家族皆さんの無事を。私もう家族いないの。マルゴーだけ。
お父さんとお母さんは。パパは死んだ。ガス室に送られた。お母さんは殲滅。煙突から真っ黒な煙が。なんて恐ろしい。信じられない。あいつらに全部奪われた。何もかも。こっちはすごく寒いの。服だってシラミがいっぱいたかってるし、食べ物もない。手に入ったものはマルゴにあげてるの。ひどく弱ってて。今日赤十字の配給があったの。ちょっとだけど足しにはなるわ。待ってて。アンネ、ここよ。そっちへ投げるわ。気をつけて。約束した夜来られなくてごめんなさい。交換される日が決まったって言われたの。やっとね。ずっと待って、やっと。うちのお父さんたら一番いいスーツでおめかしして入院中なのに。でもそれ着たまま死んじゃった。そしたらもう交換はなしだっていうの。なんてひどい連中。もう話し相手はあなたしかいない。あなたとハビ。小さくてまだよく分かってないけど、私にも分からない。どこにいるの？
したの？あなた服は？捨てちゃった。シラミがうじゃうじゃたかってるんだもん。痒くてたまらない。何か着るもの手に入らないか当たってみるわ。どのバラックにいるの？この辺。一緒に来て、私と来て。マルゴ、ひどい病気なの。みんな病気よ。リエンチェも。今度行くから早く中入りなさい。ほら、パンよ。覚えてる？私ちっちゃい頃いつもあなたの面倒を見てた。今度は私が面倒を見る番よ。もうどうなったっていい。ダメ、私置いてかないで。何かお話しして。あなたのお話大好きだった。パパのお話の方が何倍も素敵だった。とてもかわいそう。今でも作家になるつもりなんでしょ？喜ぶわよパパ。覚えてる？よく話したじゃない。うん、将来何になろうかって。戦争が終わったら。マルゴーは何だった？さあ、忘れちゃった。そんなはずない。思い出して。看護婦よ、そう言ってたじゃない。うん、そうだ、看護婦。うん、看護婦になるの、パレスチナで。パリかロンドン、絶対行くんだ。世界を見に。世界を見に。鳥だね。マルゴ、マルゴ、
フランクさん。ミープ。また会えてよかった。奥様は？彼女は戻らない。どうぞ中へ。ソ連軍に解放された後、偶然収容所で家内と一緒だった人に会ってね。餓死だそうだ。病室で毛布の中にパンをため込んでいたらしい。娘たちや私にと。もしあとほんの2週間持ちこたえてくれていたら。本当にお気の毒です。ナチは証拠隠滅のためガス室をダイナマイトで破壊した。だがそれじゃ満足できずに死の行軍を始めた。私は病院にいてペーターに行くなと、残れと頼んだんだが、あの後彼がどうなったのかはわからない。プフェファーさんも。ファンペルスさんについてはガス室へ送られたのを見た。バラックにいたんだよ。仕事に出ているべき時間にね。彼は諦めてしまった。それだけはやっちゃいけない。絶対に。お嬢さんたちは何か情報は？噂のみだ。かなりの人数の女性がドイツへ移送された。望みはある。これはベルゲンベルゼンですか？ちょっとすみません。お話が。娘たちを探していまして、おそらくベルゲンベルゼンへ送られたと。もう書きました。もうとっくに書いて。それを。リストに名前が載りますので連絡をお待ちください。名前はアンネ・フランクとマルゴー・フランクと言います。こちらへも。ベルゲンベルゼンにいました。アンネやマルゴー・フランクと。情報をお持ちなんですか？こちらへ。どなた？ブランデスさん。はい。フランクです。ベルゲンベルゼンで娘たちに会われたとか。どうぞ。
ミープ。マルゴとアンネは戻らない。1957年、オットー・フランクはアンネ・フランク財団を設立。教育を通して差別の撤廃に努めた。1980年、91歳でこの世を去る。アンネはマルゴーの死から数日後、チフスで亡くなったと言われている。ベルゲンベルゼンでは1945年3月に1万7000人が病死した。2週間後、同収容所をイギリス軍が解放。エディト・フランクは1945年1月6日、ビルケナウ収容所内の病院で飢えのため亡くなった。ペーターは死の行軍に耐えたものの、1945年5月5日、解放3日前のマウトハウゼン収容所で亡くなった。去年18歳。アウグステは
ベルゲンベルゼンからブーヘンバルト、さらにテレジエンシュタットへ移され、1945年の4月か5月に亡くなった。ヘルマン・ファン・ペルスはアウシュビッツに到着した1ヶ月後、1944年10月初めにガス室で殺された。プフェファーはアウシュビッツからハンブルグ郊外の収容所に送られ、1944年12月20日に死亡。シャルロッテは亡くなった彼と1953年に結婚。書類はオットー・フランクが準備した。ミープは1995年ヤドワシェム博物館から栄誉あるメダルを贈られ、オランダ女王からも称号を授かった。92歳の今でもアムステルダム郊外で暮らしている。エルサレムにあるヤドワシェム博物館はフランク一家の支援者たちを諸民族の両親と褒めたたえた。ジャクリーヌは戦後間もなくアンネの日記を読んだ一人である。本の装丁をやり著書もある彼女には3人の子供と6人の孫がいる。ハンナはハビーと14ヶ月いたベルゲンベルゼンから解放され、1947年エルサレムに移住して看護婦となった。3人の子供と10人の孫がいる。アンネの日記は売上部数が3000万部を超え、世界で60数カ国語に翻訳された。聖書に次いで広く読まれているノンフィクションである。ナチの大量虐殺によって150万人の子供たちが命を奪われた。アンネ・フランクの物語はその一つに過ぎない。